ここまで来るとある意味尊敬します。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題は次は船のバラスト水までイチャモンつけるについてです。今回もまたまた面白いところに目をつけてきた模様です。冒頭にもありましたが本当にある意味尊敬できますね。ではそんな内容を中央日報の記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。福島県近隣の海水が韓国海域に大量に搬入された事実が確認されたと国会農林畜産食品海洋生産委員会所属のキム・ジョンデ正義党議員が21日明らかにした。福島県利を往来する船舶がバラスト水の調整のために約128万トンの海水を韓国の港湾に放流したという。キム議員が海洋水産部から提出させた資料によると、福島県近隣の青森、岩手、宮城、茨城、千葉を往来する船舶は、2017年9月から2019年7月まで、約2年間に128万3472トンの海水を韓国の領海に放流した。この期間、韓日を往復した船舶は計121隻で、これら船舶は日本海域で132万7000トンの海水を注入した後、韓国領海にやってきた。キム議員は、福島で注入した6703トン、青森9494トン、宮城2733トン、茨城25万7371トン、千葉99万9518トンなど、合計128万3472トンを韓国領海に排出したと説明した。キム議員は、バラスト水として注入した海水の放射能汚染の有無、注入及び排出時期、地点に対する実態調査と海の生態系に及ぼす影響などの疫学調査が必要だと強調した。キム議員は、福島など8県の水産物輸入を遮断しているが、船舶を通じて原発事故近隣地域の海水が韓国領海に流入しているとし、しかし海洋水産部は2013年バラスト水の放射能汚染調査以降一度も危険性の検証をしなかったと指摘した。また日本の港でバラスト水を積んでくるとき、韓国に入る前にあらかじめ公海上にこれを捨てるよう義務化するなどの対策を用意しなければならないと付け加えたとの内容です。まあよくそんなことまで思いつくな。感心するわ。輸送船などのバラスト水に関しては一般的に荷物を下ろした後は海水を注入し、他の港に行って荷物を載せる時には放出するんですが、ここでいうあちらのイチャモンは、福島などで注入した海水は韓国の港に着くまでの途中の海に捨てろということ。では、例えば韓国から福島近隣に荷物を持ってきた韓国籍の輸送船は一体いつ海水を注入するんでしょうか。そもそも大小いろんな海がある海上を運航する輸送船にとってのバラスト水の意味自体を理解しているかどうかすら疑わしいですね。そんなあちらの輸送船にはぜひとも日本に荷物を持ってきた際にはバラスト水なしで国に帰ってくださいませ。海が荒れてる時が見ものですね。それよりも根本的に一切の船の行き来自体をなくせばこんな問題も気にする必要ありませんよ。また海水のみならず日本の空気も危険でしょうから、韓国から日本に着いた旅客機は日本で機内に取り込んだ空気も国に帰るまでの飛行中に扉を開けて放出してくださいね。以上、次の目の付けどころ楽しみにしてますね。